皆さんこんにちは。病院薬剤師ダマさんです。最初に少し自己紹介をしておこうと思います。私は地方の中核病院に勤務する病院薬剤師です。病院薬剤師としては数少ないブロガー、ユーチューバー Twitter 民でもあります。メインブログは病院薬剤師って素晴らしいです。 病院薬剤師が語るアンサンクシンデレラの舞台裏このコンテンツは月刊コミックゼノンで連載中のアンサンクシンデレラ病院薬剤師・青い緑を10倍楽しむための動画ですレシピ33の今回は学校へ行こう学校薬剤師・青い緑と題してお送りします 第36話学びの宿のあらすじです。学会発表の打ち合わせのため集った緑、牧本、小野塚の三人。自らのキャリアプランを熱く語る牧本に緑は圧倒される。そんな中、小野塚の口利きで学校薬剤師の仕事を見学させてもらえることとなった緑。 生徒たちの視線を浴びながら業務をこなす緑の心の中にある変化が今回の舞台は小学校テーマは学校薬剤師です唐突に感じられたかもしれませんがちゃんと過去に 直線がありました。緑は密かに、学校薬剤師に憧れていて、子供や若者に、薬剤師を身近に感じてもらう不協活動をする、という目標を掲げていたのです。正直な話、病院薬剤師にとって、 学校薬剤師との接点はほとんどありません中高生が病院見学に訪れた際業務内容を説明することはありますがこちらから学校に赴く機会は薬理学の講義以外ありません私自身学校薬剤師は一部の薬局薬剤師の仕事という認識でした 業務内容は丁寧に描かれれていいるので触まません。あ、今思い出しました。実は私学生時代には環境衛生学教室に所属していまして環境衛生の仕事を目指していた時期もありましたまあ紆余曲折あって最終的には病院薬剤師となりましたが 環境衛生の維持・管理も、立派な薬剤師の役割なのです。ただ、アンサングな病院薬剤師よりも、さらに数段地味な学校薬剤師の仕事に、緑が惹かれた理由には、補足が必要かもしれません。数々の患者との出会いから、 病院薬剤師という職業の認知度の低さを痛感した緑は学校教育に関わることすなわち布教することを思いついたのです。と言っているそばから頻繁に鼻血が抜ける生徒が保健室に護送されてきましたさあ次回は病院薬剤師緑の「 腕ののの見せ所でですす今回の舞台裏は学校薬剤師のルーツです医師はともかく薬剤師は学校と結びつかないかもしれませんがきっちりと法律学校保険安全法で設置が義務付けられています。 学校薬剤師制度が始まったのは医薬品管理体制の不備によるある痛ましい事故がきっかけでした。1930年昭和5年小樽市の小学校で風邪をひいて体調の悪い女子児童にアスピリンを服用させるつもりが誤って塩化大に水銀症候という毒薬を まうといろいろな薬を保管している学校に薬の専門家を置くべきだという声が高まり学校に薬剤師を配置することになり昭和6年に小樽市が学校薬剤師を移植しました。その後 この流れは全国に波及しました。そして昭和33年には学校保健法が制定交付され学校には学校医大学以外の学校には学校司会または学校薬剤師を置くものとすると定められました。また学習指導要領の改定に伴い 2012年平成24年度から中学校保健体育で医薬品の正しい使い方の学習が組み込まれました学校薬剤師は危険ドラッグや違法薬物乱用などの防止活動も行っています今回はここまで。 再度訪れた本作フィナーレの危機、すでにネタ切れなのでしょうか。病院薬剤師の経験を生かしつつ、学校薬剤師に転身していく流れとなっていくのでしょうか。今後の展開に目が離せません。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。 病院薬剤して素晴らしい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。